皆さんこんにちは。今日はアイハーブの購入品紹介をしていきたいと思います。今日ご紹介するアイテムは11点です。すでに使用したものについては感想も含めてご紹介します。商品の価格は編集時である2021年6月中旬頃のものです。価格はレートの変動によって変わるので、ご覧になる日によっては異なる可能性があります。それでは始めていきます。最後までお楽しみいただければ幸いです。まず一つ目はヌティバのオーガニックココナッツオイルバージン 680ml 1425円です。アイハーブでココナッツオイルを購入するのは初めてで、本当はアイハーブのオリジナルブランドのカリフォルニアゴールドニュートリションの商品を購入するつもりでした。でもこの時売り切れで、こちらのヌティバの商品にしました。結果的にとてもクリーミーで癖がなくて美味しいので購入してよかったです。今までアイハーブでも人気の高いジャローのココナッツオイルを使用していました。個人的にはヌティバの方がいい意味でココナッツ感が弱くて、ココナッツの香りが主張しすぎないので、お菓子作りなどに使いやすくて好きです。届いた時にはジップ付きバッグとプチプチで厳重に包まれていました。アイハーブにしてはとても丁寧な包装です。でも残念ながらアイハーブあるあるですが液漏れしていました。5月半ばの注文でしたが、中身が液化して漏れてしまったようです。暑くなってからのココナッツオイルの注文はリスキーですね。幸い厳重な包装のおかげで他の商品には被害がありませんでした。次の商品はスペクトラムのオーガニックマヨネーズです。 332ml 539円、マヨネーズランキング4位の商品です。化学調味料無添加でアミノ酸不使用ということで購入しました。日本のスーパーでオーガニックでこのような商品はなかなかないですよね。肝心の味はマイルドでオイル感強めでした。後味が酸化したオイルの味っぽくて少し気になります。今まで創建者の有精卵マヨネーズを使っていましたが、個人的には創建者の方が好きです。先ほどからブンブン振っていますが、マヨネーズがプリンみたいに固まっている様子を伝えたかったようです。続きましてジェイソンナチュラルのマウスウォッシュを購入しました。パワースマイルペパーミント 473ml 914円の商品です。今までペリオブライトのマウスウォッシュを使用していましたが、ジェイソンのパワースマイルも口コミ評価が良かったので初めて購入してみました。ペリオブライトの方はいろいろ混ざり合った複雑な味で低刺激な方だと思いますが、ジェイソンのパワースマイルはペパーミント感が強くてフリスクを食べている感じのフレーバーです。すっきり感はあると思います。私はいつも成分を見るときに参考にしているアプリがあります。一つ目はアメリカで一番影響力がある非営利環境保護団体 EWG のヘルシーリビングというアプリです。この部分に商品名やブランド名を入れたり、商品のバーコードを携帯のカメラで読み込んだりすると商品を検索することができます。今回のはこれですね。スコアの数字が小さければ小さいほど原料の安全性が高いそうです。
さらに製品の全成分が EWG スキンディープでグリーンレベル1から2グレードであること、製品に関する成分、配合方式、製造過程などを詳細に公開しているなど、厳しい EWG バリファイドの認証基準をクリアした製品には EWG 認証マークが付与されます。私はできる限り認証のあるものか、スコアが1から3のものを選ぶようにしています。今回のマウスウォッシュはスコアが2と高評価でした。もう一つは Think Dirty というアプリです。こちらはカナダの団体によるもので、 EWG と同じように商品名やバーコードスキャンで検索できます。今回購入したものと同じものは見つかりませんでしたが、ジェイソンの他のマウスウォッシュの評価が平均して良いことが分かりました。 EWG と Think Dirty の評価基準は異なるところがあるようで、たまにスコアが全く違うことがあります。一つの団体の評価だけでなく、複数の評価を比較するのも勉強になります。私がこれらのアプリを知るきっかけとなった動画のリンクを概要欄に貼っておきます。こちらのお味は結構ミントが強めでピリピリ刺激的なので、すっきりするけど低刺激なものが好きな人にはおすすめしないです。ボトルは結構大きいです。次はかの有名なダーマブーストです。モーニングスターミネラルズダーマブーストスプレーミスト 236ml 1368円の商品です。いつも見ている YouTuber さんたちがこぞって大絶賛していて、ずっと気になっていました。保湿力があるわけでもなく、効果があるのかわからないけど手放せなくなるらしいです。天然のビタミンとミネラルの補給効果のある皮膚用タンパク質修復スプレーです。体、髪、顔と全身に使用して1ヶ月も経たずに残り3分の1くらいになりました。使用した感想は、確かに保湿力はないし、はっきりとした変化は感じられません。でもスプレーの霧が細かくて気持ちよくて、なんだか癖になります。水みたいにサラサラで無臭です。本当に効果があるのか知りたいので、1本使い切ったら一旦使うのをやめて、肌の調子がどう変わるのか見てみようと思います。次はダイナミックヘルスラボラトリーズのオーガニックローアップルサイダー酵母入りです。こちらは売れ筋商品のようで、いつも調味料ランキング上位です。味はどちらかといえばフルーティーで、普通のお酢です。酵母入りですが、特に酵母の味はしないです。炭酸水に入れて飲むとさっぱりして美味しいし、オリーブオイルと塩コショウとこのリンゴ酢でドレッシングにしても美味しいです。でも元々は別の用途で購入しました。アイハーブでも人気のクレイパウダーをペーストにするときに、水の代わりにリンゴ酢を使うと弱酸性になって肌に優しくなるし、保湿力もアップするという記事を見て、クレイパウダーと同量のリンゴ酢でペーストを作ってみました。結果はとてもピリピリして肌が痛くなりました。敏感肌の私には少し刺激的でした。再チャレンジで水とリンゴ酢半々で溶いたら大丈夫でした。保湿されたかは正直わかりません。続いてはオーラメアの固形石鹸です。香りはラベンダーニームとチュルシー&ニームです。チュルシーはヒンディー語でホーリーバジルの意味のようです。私は固形石鹸がとても好きなので、ついついいろいろ集めてしまう習性があります。このオーラメアの石鹸もパッケージが素敵で試してみたかった商品です。石鹸にも型押しで刻印されてておしゃれです。
香りはどちらもエキゾチックな香りで、アジアン雑貨屋さんの香りです。ちなみにラベンダーの香りはアジアン感に隠されて、私の嗅覚では感知できませんでした。ラベンダーの方で顔、体を洗ってみました。オイリー肌、普通肌、乾燥肌用とのことですが、私は超乾燥肌なので顔は突っ張る感じが強かったです。とてもエキゾチックな香りなので、まるでインドあたりを旅行している感じを味わえるのはいいかもしれません。続いてはバジャーカンパニーの虫除けバームシトロネラ&ローズマリー 21g 584円の商品です。バジャーは私が信頼するブランドの一つです。こちらは防虫剤ランキング1位の商品です。オーガニック認証を受けていて、注目すべきはその成分。この虫除けバームはオリーブオイルと蜜蝋、そして虫除け成分としてひまし油、シトロネラ、ローズマリー、レモングラス、シダ、ゼラニウムの精油など天然の材料でできています。香りはきつくなくてとてもいい香りです。もうすぐ3歳になる娘も嫌がらずに使っています。ただちょっとベタベタするのが難点です。こちらのサイズはとてもコンパクトなので、小さいカバンに入れてもかさばりません。このシリーズのスティックタイプも愛用しています。スティックのりみたいな感じで塗りやすくておすすめです。次はアラフィアのハンドソープレモンバーベナの香り 354ml 687円の商品です。最近はご時世から手を洗う機会が増えて、乾燥性敏感肌の私は殺菌系のハンドソープを使うとすぐに手が痒くなってしまいました。なのでマイルドな洗い心地のハンドソープを探していました。アラフィアのこのハンドソープは未精製シアバター配合で、モリンガの刃が入っていて、手を優しく洗い保湿するため敏感肌の人も使えますとのこと。成分も至ってシンプルです。先ほどご紹介した EWG や Think Dirty で検索したところ、ラベルが最近変わったようで写真は違いますが、どちらもグリーンのスコアで安全性が高いとの評価でした。香りはほんのり香る程度なので、洗った後も手に香りが残らず、キッチンでも安心して使えます。レモンバーベナはレモンに似た香りのするハーブで、このハンドソープの香りもかすかにレモンっぽい香りでも、レモンすぎなくて落ち着く香りです。この香りは万人受けしそうだと思いました。このハンドソープは泡立ちは良くないのですが、肌に優しいところと香りが気に入りました。続きましてはタイデオドラントストーンのデオドラントです。ピュア&ナチュラルクリスタルデオドラントストーン550円の商品です。この商品のすごいところは、成分がなんとミネラルソルトだけなんです。塗るときは水で少し濡らして脇の下に塗ります。なので服を着る前に塗るのがおすすめです。足の匂いにも効果があるそうです。最近はあまり外に出ないので脇汗を気にすることがなくて、効果ははっきりとは分かりませんが、1000万本以上販売した実績を見ると期待大です。最後は言わずと知れたアイハーブの大人気商品、マッドヒッピーのビタミン C セラム 30ml 2782円の商品です。とある有名皮膚科医の先生が、朝ビタミン C を塗らないのは下着をつけずに出かけるようなものだとおっしゃっているのを聞き、大急ぎで購入しました。
このビタミン C セラムは YouTube でもたくさん紹介されていますよね。皆さん絶賛されていて気になっていました。 EWG の評価もとても安全性が高いランク1、 Think Dirty ではなんとランク0と最高の評価。敏感肌の私にも刺激がなくて、ほのかなレモン飴みたいな香りに癒されます。すでにリピート確定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。実は今回が初めての動画作成でとても苦戦しました。動画作るのって大変なんですね。至らない点もあったかと思いますが、いろいろ改善しながらこれからもマイペースに動画を作っていくつもりです。少しでも面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。